はい、どうもこちゃん、こんばんは。はい、はい、まっすぐこっち向いてください。痛くなかった？一瞬先ここ、なあ、大丈夫？ちょっと色変わってきてますけど。というわけで、はい、今日もまたまたこちらですね。いや、またまたちゃうです。初めてやで、うん、初めて買いました。重要点の持ってきましょうか、うん、これですね。はい、カード、カードですね、カードガム。はい、10王者が終わったんで9レンジャーが始まったんですけど、9レンジャーのカードガムなかなか売ってませんでした。何台にも関数にも売ってませんでした。全然売ってませんでした。で、今日とうとうやっとこっちゃんとチャーちゃんが2人で探してきました。こっちゃんはノーサイダー。あ、そうか、チャーちゃんが探してきてくれました。近くのライフにあった方です。よかったです。ノーサイダーっていう例の売ってました。はい、売ってましたね。ノーサイダーって言ってる間に探してくれました。今までね、こう10王者のカードがたくさん出てまして、これはレアですね。金のレアカードも出ましたし、いろいろあったんですけど、はい、ちょっと集めて、またね、今度9レンジャーの分を集めていきたいと思います。はい、じゃあ早速開けていきましょうか。初めて、また、うん、初めてトップ。え、ちょっと待ってな。はい、十王者と同じ、またもやトップです。はい、トップがいいらしいですね。トップ成果のやつがなんかいいらしいです。はい、じゃ何が出るでしょうか。じゃが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 じゃスパーダ君出ました。サコキバラ哲二さん。はい、引き続きもう一枚。何が出るでしょうか。じゃが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 嬉しそうです。なんだか嬉しそうです。はい、ナーガレイとスパーダ、この2枚が今回は出ました。こっちゃんどっちが好きですか。ここに入れときましょうか、うん、入れとくよ。こっちゃんはこっちです。そうだね、スパーダ。チャチャマ、ナーガレイがいいらしいです。坂浮原哲二さんと山崎大吉さん、うん、はい、はい、というわけで今日はこの2枚でした。じゃのじゃの感情とは難しい。